ポラ部屋をご覧の皆様、アロハ。いやー、ポラジオ始まりましたって勝手に始めてるんだけどね。そうだね、いやいや、なんかね、Cが、こう気軽に、まあ、配信する内容の時なんかはちょっとこうこんな感じのはどうかなということで、まあ、こんな感じで準備をしていました。今日初めてのポラジオ第1回ということで、まあ、ポラジオなんで基本ラジオ形式で、そうですね、でまあ、いつもねハワイの話をするときって、はい、総集編のときはこうやって2人で話すっていうのが多かったんだけど、意外と私たちが話してる内容が楽しいって言ってくれる視聴者さんもいるので、ね、ごく一部かもしれないけど、そう、まあ、その人たちのためにやりますっていう、そこを信じて、そうで今日は記念すべき第1回ポラジオ、お題はホヌ遊覧到着、うわどうだったんださ、今日到着の日、はい、私今日一日中あの申し込んだ C に連絡が来てないかどうか、もう LINE が来るたびにって見てた、LINE を実は。そう、申し込んだ時に7月30日から31日の間に当選者にメールをしますって書いてあった。そうかそうかそうか。で30日はツイッター見てても誰も何も反応がなくて、本当に大丈夫なのか、当たる人いるのこれっていうのがあって、今日も長い時間、そう、仕事中ずっと気にして見てたんだけど、ツイッター見ててもやっぱり今の段階でも全然誰にも連絡入ってないみたいだし、当選したっていうツイートもないんだけど、本当に当たるのこれっていうコメントが多くて、それがもう夕方ぐらいまでそうだったんですね。もうずっと夕方まで、で、ね、やっと当落出ました、はい、第1号1人見つけたみたいなコメントが入ってて、あ、ついに配信されたのかと思って、さあ、で、うちはどうなのかなと思って、っていうことで結果は、あ世の中はそんなに甘くなかったね。これ来てないってことは落選なんでね。落選。これあれの落ちた人には残念ながらとかも来ない。来ない。で唯一あるのは、当選した方がキャンセルした場合に、はいはい、8月6日以降かな、はいはい、にご連絡しますって言ってんだけど、キャンセルが出たら繰り上げみたいのがあるかもしれませんと。ということ、ね、でも今回なんかいろいろ調べたんだけど、はい、誰かしらがね、なんか150倍って書いちゃってたんだよね。ね、150倍って何って思ったんだけど、普通に考えたらさ、ホヌのあの機体に何百人か乗るわけじゃない、うん、あれの150×人数を応募したんですか、うん、本当にって思っちゃうじゃん。あれ約500人は乗るんだよね、でも500は確かだよね、うん、かける150倍ってとんでもないじゃない、なんかよくよく考えたらさ、何人になるの、私本当にダメなの算数本当にできない。じゃあ仮に500×、7500人応募してるってことだ。あ、でもそれぐらいは応募するか、7500人 か。そうやって考えたら、まあ、もうちょっといるとしても、まあ、7500から例えば8000までいかないかも、でもそれぐらいって考えたら、それはあるか。でしかもさ東京都内の人たちって県外に出るなみたいな雰囲気になってるじゃない、ね、でそうなっちゃうと、都内の人たちってやっぱりじゃあ何をレジャーにすればいいんだ、東京都だけで遊んでればいいのかみたいな話になったりとか、すごい切ない話だね。そう、そもそもどっかに国内だって飛びたいのに、まあ、飛んで悪いっていうわけじゃないのかもしれないけど、でもこういう状況だし、あとほら関西から飛ぶ人とか、まあ、名古屋もそうだし、まあ、それこそ九州とか普段、まあ、関東から乗らない人はやっぱりホヌって乗るチャンスがなかなか本ちゃんの旅では難しいじゃない、まあね、なんか移動してまでホヌ乗るためにってなると
なかなかハードルが高いから、そういう地域の人たちがだったら、例えば、まあ、こっちにね、ちょっと来てでも、まあ、この危険な地域に新幹線を使って来るのかっていうところもあるんだけどさでもまあね、移動だけだったらっていう話もあるしね、そんなにまあ危なくないよっていう説もあるし、でも本当にお値段も安くでも試乗できるっていう感覚だよね。どのくらい本当に大きいのかとか乗り心地とか、あと今回あんまり細かくは乗ってなかったんだけど、まあ、そもそもホヌって2機いるじゃん。まあ、もう1機、ね、うん、あの日本についてるのかな、よくわかんないけど、うんうんうん、赤い子ね。そうだとしたら、なんかその遊覧飛行をやるにしても、うん、1機だけって考えるか、うん、2機とか考えてくれてんのかなとか、うん、3機やろうとしてんのかなとか、うん、その辺もよくわかんなくて、うん、でただ普通に考えたら多分1機のみでまずね、うん、でやるんじゃないかなっていう気がして、うん、初めての遊覧飛行乗ってみたかったね、うん、ただ、まあ、私たちありがたいことに1回乗れてるから ね、 そうなんだよね、ちょっとだけね、うん、諦めもまあ今回はね、でもしかしたらこんなに好評だったなら、うん、またやってくれるかもね、やってくれるんじゃないかなって、うん、期待を込めて、うん、ちょっともう今回とりあえずあのキャンセルをね、あのもしかしたらキャンセルが出て繰り上げの中にぼっとしてひょっとして万が一入らないとも限らないから、うん、まあちょびっと希望を残しつつ、うん、でもね、うん、あれだよね、作ったステッカー届いちゃうね、うん、どうしようね、うん、当選祈願でね、どうやって配ったらいいのこれ、みんな配る手段がないんだよねで欲しい人にあげますって言いたいところなんだけど、ただあげるっつってもさ、どうやって送る、住所とかわからんの、うん、送るとね、え、まあ、マニーがかかっちゃうじゃないでもほら少しぐらいはさ、うん、なんかちょびっとならって思っちゃうの私は、うん、何よりでもら個人情報とかの、そうそうそう、難しいでしょ、住所とかね、知るわけじゃない、うん、送るとなんか絶対ね、でもきっとね、なんかね配れる機会がねあるって信じて、うん、でしかも C はあの当たって空港に行くんだって思って、うん、もうこんなものまで作っちゃったんだよね、ド、うん、ンこれは何かというと、実は今回、ちょっと他のチャンネルの、あの、ね、枠乗りさんっていう、うん、枠乗りチャンネルさんのところに書き込みして、で同じような時期に YouTube 始めた方だったんで、ハワイ好きだし、うん、なんかコラボできるといいですねなんていう風なメッセージを送ったりしてたわけですよ、うん、で、まあ、たまたま例えば2つのチャンネルが、うん、あのホヌに乗れますよってなったら、当然行けるわけじゃないですか、うん、でも私たちは顔出さないじゃないですか、一応ね、だ、まあ、今のところ出せないっていう、ね、うん、ってなると、うん、あのコラボ動画になったってことは、うん、あの枠乗りチャンネルさんの方に、そうだ、ね、私たちの顔隠してくださいっていう、うん、あの小難しい編集をお願いしなきゃいけないってなるだろうと思って悪いからね、じゃあこれを作ろうって思って、これを持って自分の顔に当てながら喋ればいいじゃないかって思って、ね、うん、今日会社で作ってた会社に何しに行ったんだろうみたいな、でもちょっと私知らなかったんで、うん、じゃーんって見せられた時にすごい立派にあのよくできてたんで、うん、ちょっと感動して、まあ、今度ねまた何かの機会で、うん、例えば生っぽい放送とか、うん、どっか行った時にあのじゃーんって顔をね、うん、顔編集なしでその場でなんとか録画できるような小道具ができました、はい、ね、このお面をねつけるっていうね、そう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 、ね、こんなに頑張ったのにね行ってこないっていうね悲しい、あ、私てっきり道楽、要するに落選の人にも来るのかなって、うん、来ると思ったよ僕も、でも当選者にはとしか書いてなかったんだね、うんうん、結局あとあれでしょ、エントリーの時でさえ、うん、自動配信で受け付けましたっていうメールもなかったんだ、ね、なかった、これは皆さんそうだったのかしら、ツイッターにはそう書いてあった、なんか返信メールが来ないんだけど本当に応募できてるんだろうかっていうコメントが結構多かった、まあ、なかなか大変なのかな、そういうサイトをこう自動返信でとかってシステム作るのもね、本当はまあ申し込んだら申し込みしましたってメールがあの受け付けましたって来ると、うん、なんか安心ではあるけど、うん、まあ、応募ものだからしょうがないのかな、そうなんかね、いろいろ勘ぐっちゃね、えその
なんだろう、どうやったら当たるんだろうみたいなやつでさ、あのなんだ、例えば、うん、応募の時に、はい、あの炎のぬいぐるみを買うって選んだ人が選んでないかなとかさ、はい、ああ私たち買わないに買わないにしてたからねとかね、だからなんかそこにこうなんだろう、条件みたいな、あ、今度買うにしよう、ある意味こうトラップが仕掛けられてたりとかしねえかなっていう。そうだ、なんか私たち なんとなく、うん、今回はいっかとか言って買わない、うん、なんか選択があったんだよね。そう、ホヌのぬいぐるみを買うかどうかっていう、ぬいぐるみの、うん、ラニとカイのぬいぐるみ、うんうん、欲しい人は応募くださいみたいな、うん、あったね、あった、うん、でもチェックはしていない。あ、しまっ、それ早く気づけばよかった。大人の事情があったらもしかしたらその方が入りやすかったかもしれない、うん、それは後から勘ぐった。あ、うわ、でもさ、まあ、3300円程度のぬいぐるみを選んだからといって選ばれるっていうのもどうなのかなと。分かんないよ、でもそれ収入につながるものあとあれなんだよね、今回のなんだ、機内の中でのイベントみたいなやつだと、うん、カメラもちゃんと入って、うん、なんか PR 動画を撮影させていただきますみたいなコメントが入ってたりとか、うん、あとはまあハワイ気分を感じられるよう なんか演出考えてますみたいな感じのことも書いてあったから、うんうん、ね、あとなんかアロハ着てた人にはなんか、そう、あの風船、風船くれるね、多分炎の形したあの風船がもらえる。ちょっと欲しかったな、いろいろ考えてたのに。この前買ったのポキュレレ、そうそうそう、あのウクレレのね、うん、電子版みたいなやつを、もうウクレレもう C にアロハ着せて、うん、あのこうレイのふわふわして、うん、ウクレレ持たせようかなとか、いろいろベタなこと考えてたのに少なくともアロハぐらいは着ていこうかなみたいな、絶対絶対思ってたの。あ、今度 それだ、ぬいぐるみのチェックだよ、うん、わかんないんだよ。だから今度やっとこう、今度絶対やっとこう。ゲームだとさ、そういうこう ある意味フラグみたいなものがあるあるある。だからそのチェック入れたしたくれた人をまず一旦ふるいにかけるみたいなことがゼロじゃないかもしれない。わかんない。コンピューターがやってるだろうからね。多分そうだよ。あ、どういうふうにチェックしてるのかわかんないね。AI が判断してるかもしれないからね。まあ、いろいろね、そう、悔しすぎてね、そうそう、そういうことか。あとはどの席種が何倍かっていうのわかんないんだよね。で、当然ファーストクラスもあって、でも数少ないじゃん。でビジネスもあって、プレーコもあって、うん、まあ普通私たち本当はビジネスぐらいチャレンジしてみたかったんだけど、うん、席数が少ないし、逆に、ね、結構応募する人が多いと逆に競争率高いかなと思って、なんかプレーコ第一にして、第二、まあ一番数の多いエコノミーにね、してみたんだけど、まあちょっと今回はね、まあいろいろ検討むなしくなるか分かんないけど、まあギリギリプレーコまで選んでみたんだけどそんなもんじゃダメだったっていうね。ああ、もう本当 ANA さんにはぜひ、もう1回と言わず、もう2回と言わず、3回と言わず、ぜひどなんか飛ばさないといけないっていうか、飛ばす必要があるんでしょ、まあ、試験飛行だからね、時々なんか、うん、その時にぜひね、なんかまた機会があったら、うん、ちょこちょこやってほしいけどね、まあ、どのぐらい燃料代かかるのかなとかっていうのは分かんないけどさ、もうお願いします。 ANA さんもみんな乗りたいんで、ほんのね、またぜひやってください、うん、お願いします。必ず応募して今度ぬいぐるみ買いますあとは奇跡の敗者復活を狙うっていう、はい、まあ一応ね、まあ、それが ねなんか本当に来たら、うん、あの当然動画は残すつもりでいるけど、残すけどね、もう、うん、とりあえず、まあ、今日はね、そう、まあ、全国どこなのどこに集中してるか分かんないけど、はい、とりあえずあの機体に乗れる人たちにはメールが来てるはず、来てると。でもしこの動画ご覧になってる人で当選された方がいたら、うん、あ、もちろん、あの、私も落ちちゃいましたももちろんですけど、うん、あの全然あのこの野郎って言わないから、うん、もう当選した人も何でもコメントください、うん、おめでとうってちゃんと言うので、うんうん、あのぜひ行ける人はあのまたこの動画に後からのコメントでもいいんで、うん、あのどんな様子だったかとかね、うん、まあ、いろんな方動画上げる方もいるかなと思うんですけど、うん、いろいろあのねあのコメントいただけたらね、励みになります飛びたかったよ実はね、8月22だよね、あれ22、うちのね、あの父親のね誕生日なのあ、どうしようかな、あれと思ったんだけど、まあまあいっかって思ったんだけど、うん、それくのせいか、それかこれお父さんにコーラーって言われたから、生きてるのに
いやいや、いろいろ考えちゃう。でもしょうがないね、うん、もうね、みんなね元気に過ごせていることを幸せと思って、負け惜しみを言って終わりたい、今回は終わりたいと思います。第1回ポラジオ、ポラジオ、うん、また何かこうね楽しい、まあ、ハワイ関連とか、うん、ちょっと私たちの方でご報告したいなっていうことがあったらお送りしたいと思います、うん、まあなんかね本当にこうみんなが楽しんでいただけるような情報があれば、ね、うん、こんなご時世ですしね、くさくさするもんね、なんかね、うん、ふーってなるからちょっとでも楽しいことをね、うん、考えたいしやりたいね、まあ、あとあれだね、はい、まあ、別の動画になっちゃうと思いますけど、はい、まだ報告していないあの ANA のストアで買った、うん、そうそう、開封動画っていうのもありますので、はい、もう準備してます、はいはい、それもポラジオなのか、そうだね、あれは開封動画かな、それともポラベア家なのか買ってやろうかな、どっちだろうな、うん、でもね、まあ、次回は何のお題でやるのか、ね、やるかな、でほらその開封動画はちょっとレナーズのグッズがね、うん、意外とおおっていうのもあったからね、それも含めて、はい、配信したいなと思います。いろいろねこのプラジオを利用してちょっと今までなかなか配信しづらかった、どうやってやろうかなって迷ったまま止まってたものもちょっと動かせるかもね、知れないので、あとできればやっぱり皆さんのコメント、そうだね、質問とか、はいはいはい、逆になんかこういうことや話してほしいとかっていう、うん、ぜひオファーをしていただけると、うん、 そのお題に私たち乗っかって頑張って喋ろう、で私たちからももしかしたらすごい質問投げかけるかもしれないね、うん、ハワイのお店のこととかね、うん、知らないこといっぱいあるもんね、うんうん、私たちよりもすごいたくさん行ってる人とか詳しい人とかもう本当いっぱいいると思うんで、うん、まあ、とにかく我々レンタカー使わない人たちなんで、うん、行ってないとこてんこ盛りだと思うんでね、だからレンタカーをもし使うならとか、うん、まあ、せめてタクシー使ってここは行った方がいいですよみたいなやつが、うん、もう絶対行けみたいなね、そういうのを教えてもらえるとすごい助かるかな、ね、はい、面白いね、楽しいね、うんうん、そんなこんな、うん、ちょっと今日はね、まあ、でしたけど、そう、第1回が残念なお知らせっていう感じで申し訳ありませんが、はい、楽しく行こう、いろいろ楽しく行こう、で、はい、ホラベア家は、はい、明日から夏休みに入ります。ちょっと早いんですね、はい、ちょっと会社の関係でというか、う、ね、今年のオリンピックを見越した前倒しの夏休みになってて、うん、明日からお休みになります。オリンピックねなくなっちゃったけどね、うん、まあ、ちょっと私たちも工夫しながら羽を伸ばして元気でいたいなと思います。では皆さんもご健康に気をつけて、はい、本当にそうですね、うん、それでは See you again! コーナー敗者復活